カーズラジオ夏子のせ、明けましてカズニチはカーズです。明けましてどうも、クワタイ夏子です。この番組はネット界隈で話題になっているニュースをはじめ、最近のアニメ、ゲーム、漫画情報をインターネットパフォーマーカーズ目線でお伝えしていく番組です。なんだ今年、そうそう、頭から押してくんだ。はい、あれ私去年で終わったんだと思ったんだけど、今年も押していこうかなと思って頑張ろうかなと思った、はい、でですね、まあ新年一発目なんですけども、まあコミケもですね終わりまして、皆さんお疲れ様って感じなんですけども、実際は終わってないよね。はい、あの着てる服一緒なんですよこれ実は、まあ終わってるわけがない。年末進行当たり前でも、年末進行で教会には年末進行というのがありまして、すいません日本本当になんです。はい、まあ、いい。でもね、多分僕コミケ成功したと思うんですよ。未来の俺成功した完売したと思う。じゃあおめでとうございます、成功。はい、でもし売れ残ってて、うん、それこの放送聞いた時の俺のショック、うん、あ、そうだよね、俺あんなこと言われてよかったって、ね、ったってなるかもしれない。怖いわって感じ。なるほどね。はい、うん、そんなですね、新年一発目なんですけどもですね、はい、今回ですね何やるのかと言いますと、うん、僕のですね友達のニュースサイト管理人の方々をですね、はいはい、このブースの中にお呼びしてですね、2009年のいわゆる萌え系の業界の予想などしてみたいなと思うんですよ。妄想トークか、予想大会通過妄想トークっていうか、まあ僕がですね、うん、まあ4人になるかなって感じなんですよ。本当だよ、だからね私居場所ないと思うんだよね。5分の4。なんかさ、新年でしょ、なんかしょっぱなからこの仕打ちは何なんだろうって思う。仕打ちって言わないで。まあいいや、楽しみたいと思います。そうです、まあ、頑張って回し役に徹していただければ、はい、と思いますんで楽しみにしててください、はい、それではカーズラジオ夏子のせスタート。ラジオ夏子のせ、改めましてカズニチはカーズです。どうも小谷夏子です。はい、ということでですね、このブースも賑やかになってしまいました、うん、あのですね3人のゲストをお呼びしておりますということで、はい、それぞれ自己紹介お願いします。カズニチは全国脚光旅行系サイトさざ波海編のカズピーでございます。はい、カズニチは PC アニメ中心オタクの日常レポート系サイト社会人の管理人ひさぎです。カズニチはボンクラ系サイトイレギュラーエレクトロの管理人の日高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小谷さん、アウェイで申し訳ないですね。あれでしょ、全部カズさんのお知り合いというか、お友達というか、そうですね、普通にあのコミケ後に飲み仲間、ね、だったりするんですけども、うん、まあまあせっかくですね恋一発目のあのシーンでね、うん、あのやっていきたいと思ってですね、うん、あの呼びましたんで盛り上げていきたいなと思うんですけども、うん、肩書きは面白かったんですけども、フレーズに行くけどいいですか。でですね、まあ実際ですね、まあ今3人の方は割と男性なんで、それぞれちょっと声の聞き分けがちょっと無理かなと思うんですけども、ですね、まあそれぞれですね、ご自分のサイトの紹介をもうちょい詳しくお聞きしたいなと思うんですけども、うん、カズピーさんからお願いしてもいいですか。はい、基本的にはなんかゲーム、特にシューティングとかレトロゲームのなんかおっさんホエホエ的なニュースをたくさん載せたいなと思ってるサイトをやってるんですけど、うん、まあ旅行系と言ってしまったんで、うん、アニメとか漫画の舞台とかロケ地を巡る舞台探訪をずっとやってるんですけど、うん、まあそれとか、あとはアイドルマスターの設置店舗、うん、あのゲーセンをなんかあのいろんなゲーセンが全国にあると思うんですけど、うん、それでアイドルマスターをやってるところをひたすらこうやってゲームをやるっていうようなことをやって、今300店舗をようやく到達したっていうところです。日本で300店舗渡り歩いたってことですよね。はい、そうですね。すごい、あの前回来ていただいたのは聖地巡礼の時に、はい、カズピーさんに来ていただいてね、はい、まさにその話をしていただいたんですけども、はい、素晴らしいですね。じゃあ久木さんお願いします。あ、はい、ですね、僕のサイト社会人はですね、あの主に僕が、送っている、まあ、オタクの日常っていうのをですね、まあ、できるだけ皆さんに届けていきたいなと思っていまして、うん、まあ、イベントですとか小旅行、まあ、旅行に行った時のレポートですとか、うん、あと最近ちょっと若干オタク路線からあの脱線し気味でですね、あの飲食店いろんなところにご飯を食べに行って、うん、まあ、できるだけちょっとオタク的なお店とかをチョイスして、うん、そうですね、まあ、この間ですと、例えばたい焼き屋さんをですねたくさん巡って、うん、まあ、最後にはちょっとあの PC ゲームのカノンっていうゲームに絡めてですね、うん、あのたい焼き屋さんを紹介したりですとか、まあ、あとはデジモノとか PC 系の情報を紹介しているようなサイトですね。女の子に喜ばれるようなそのご飯を紹介しつつもやっぱりうぐうだったりするとですね。そうですね、一応最後にはがっかりさせようかなっていう。一部の男だけ喜ぶみたいな感じですよね。はい、はい、日高さんはどうですか。僕も自分のサイトが何が何だか分かんないんですけども、初め映画感想サイトで始まって、その後ニュースサイトになって、アニメ感想サイトになって、今なんとかテキストサイトに何着陸したって感じなんですけど、迷走してる感じですね。ホラー映画というかね、割とそうですね、
近はやっぱあの原点回帰というか、うん、映画関係をちょっと取り上げることが多いっていう感じなんですけどね。そうですよね。ということでですね、この3人をですねお迎えしてですね、こういいトークをしていきたいと思うんですけども、はい、まずですねこの、まあ、去年をざっと振り返ってみて、うん、何か3人的に印象に残った例えばアニメとかゲームとか漫画でもいいんですけども、ちょっとお聞きしたいんですけども、カズピーさんからいいですか。そうですね、去年はロックマン9が配信されたじゃないですか、はい、WiiWare ってなんか Wii でオンラインでなんか課金みたいなことして、うん、あのお金をクレジットカードとかでお金を払って、うん、あのゲームをダウンロードするっていうようなサービスがあるんですけど、うん、それでロックマンの最新作がこう、うん、ファミコン風でこうロックマンの最新作を作ろうっていうようなコンセプトでやってあのゲームが出たんですけど、なんかイーカンっていうなんか全回復するアイテムがあるんですけど、はいはい、それをなんかリアルのなんか飲食店で販売したりとかしてタイアップをしたりとかしてすごい盛り上がったんですよ。絵がいわゆるファミコン風の絵なんですか、新作なの。8ドット的なこうもう雰囲気のピコピコな感じで、はい、昔のロックマンってあれ難しかったやつですよね。もう本当に難しさもそのままなんですよ。あ、そうなんだ、はい、もうぜひやってください。いや無理です、私だってあの面があの進んでいくとこう開けるじゃないですか、はいはいはい、こんなにあったのってニコニコ動画で知ったぐらいですからね。あ、なるほど。本当に本当にやらしいの、本当昔のままなんで、難しいね、おっさんホイホイ的なゲームが、うん、だから昔からねそのファミコンのゲームとかねなんか触れた人は非常にハマったんじゃないんですかねって感じですね。久木さん的には去年を振り返ってどうでしょうか。なんかあ、そうですね、去年あのちょっと前の回でカズさんも言っていらっしゃったんですけど、はい、アニメのアベレージが非常に高いかあの年だったなと実は思っていて、それでまあやっぱりブームにはなっていたんですけれど、うん、マクロス F がやっぱりすごく良かった。マクロスはね、もうシェリルかランカ派でさ、もう毎回飲み会がですね、揉めるんですよそれで。あ、そうなんだ。2人のヒロインがいて、まあ、三角関係の話なんですけども、うん、まあオタク同士で飲むとですね、まずシェリルかランカどっちが好きかという話で、まず1時間燃え上がる。まあでも、うん、アニメの、うん、なんていうの、正しいやり方というか、なんどっちのキャラが好きみたいなのはちょっと いつでもあるよね。昔からあったじゃないですか、うん、それこそシスプリなんていっぱい数がいたわけで、そんな誰が好き誰が好きという主張、うん、あれをですね、うんうん、あれをずっと変やってるんですよ。でもさ、マクロス F は本当にこと書かないね話題に、うん、うちの業界でもやっぱりマクロス F はすごかったし、うん、あとコードギアス、この2つだけはビッグタイトルですよね、うん、もうよく出てた現場でも、うん、現場でも出てるしオタクの飲み会でも、まあ、必ず ねちなみに久木さんはどっち派だったんですか。僕はもう断然シェリル派ですね。あー、前ですか。カズさんなんか納得できないみたいな、うん、僕ランカ派、うん、そうですね、やっぱりランカ最初の可哀想だったんですよ、あの目の前でやっぱキスされてるところを見てってあったじゃないですか。 あの辺がですね、僕やっぱり負けてる方に感情移入するんですよ、はい、でもその後でもシェリルも割とずんどこと言いますか底辺まで行っちゃってそこでやっぱ感情移入してって感じですね。ごめん全然わかんない全然わかんないけど、その熱くなってなんか、うん、なんとなくアウトかっていうあった、まあ、いろいろドロドロ系のアニメなんですかそれ。あのやっぱりね、一人の好きあの男を好きになった二人の女の子の揺れ動く心だったりとかするんですよアニメまで世知がないんだね。なるほどね。でもその世知がなさを含めて楽しむ、まあね、楽しんで酒の魚にね盛り上がったんですけども、うん、はいはい、マクロス F ということで、はい、日高さん的には僕がですね、やっぱ個人的にちょっと気になったのがやっぱ映画好きということもありまして、はい、なんかアニメでロケ編をやってるアニメが最近多くなったなと、うん、多いですね、うん、去年なんかあの前半だとトゥルーティアーズで、はい、うん、ありましたね、富山の方の景色が本当に実際の富山の景色を使ったアニメーションだったりとか、まあ、後半ですと、ガレーゼロですとか、そこら辺もあの有楽町とかそういう東京都内の近辺をロケ班をちゃんとやってそれを丹念に描いてるっていうのが背景を見ててもわすげえなと、地域密着的なね、うん、と言ったらカズピーさんじゃね。ねえ、それこそカズピーさんが行きやすいんじゃないかと。今年トゥルーティアーズって行った？トゥルーティアーズは結局なんか行くタイミングを逃しちゃって。ああ、そうなんだ。他行ったとこありました？他はね、あ、カンナギ行ってきたよ。おお、どこでしょう、ちなみに場所は仙台、まあ、宮城県なんですけど、はいはい、まあ、仙台 あの商店街、駅前 あの仙台駅近くの商店街とか、うん、まあ、あと宮城県ちょっと仙台市から離れたところとか、うん、まあ、出てくるんですけど、あの漫画であの舞台になった場所がそのままあるんですか。そう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 、でまだ僕私が行った時まだアニメ1話しか放送してなくてあそうか、とりあえず仙台か、うん、松島行きたかったからちょうどいいやと思って、そっから原作の漫画を買って、うん、で電車の中で予習して探すみたいな感じなんですよ他にオタな方っていた？その時は。いや、まだいなかったですね、さすがに。でも今こんだけカンナギもね、あの去年非常にブームになったから、はい、
人いっぱい来てるんじゃないですか。あもうあ例えばラキスタのワシノミヤみたいにそんな近くないから あ, そかそか、あんまり行った人聞かないですよね。なるほど、うんはいはい、ちなみに日高さんは映画好きと言いながらですねダークナイトについて触れてくれなかったの僕カチンと来てるんですけど申し訳ない俺振り込みで本出したんですダークナイトの大好きですよ僕もですよねすよ、はい、あのジョーカーがねまたいいんですよねお腹になってしまいましたけどそうなんですよね28歳ということで、ね、いいスレジャーかなそうなんですよでも本当バットマンというねのありましたけどもなんかそれとは全くオリジナルと言いますかね割とそうですね今までのバットマンとはまた違った像を作ったということで、うん、そうなんですよぜひとも映画好きは触れてほしいということですねDVD も出てますねよろしくお願いします、はい、すいませんなんか話出せちゃってすいませんでですねまあそんなですね去年をあの踏み込みつつ今年、2009年についてですねざーっと予想していこうかなと思うんですよ、うん、まずですね今年注目のアニメあるじゃないですかどんなのに注目してます。僕はですけど、ホワイトアルバムが、あ、はい、なんかやっぱあのホワイトアルバムってもの自体はもうすごい昔のゲームじゃないですか、10年ぐらい前、98年ですね、ゲームですけど、それがなぜ今アニメ化されたのかっていう急にですよ ね、そう疑問があるんですけど、急にアニメ化が来たのねみたいな感じですよね。アニメ化もされコンシューマーゲームにもなる、はい、何なんだこのブームかと、なんかやっぱ一周回ってドロドロ系、まあ、ちなみにあのあれも三角関係というかやっぱりね、なんて言うんでしょうか恋愛模様ドロドロ割とドロドロじゃない世知辛い系、ね、世知辛い系なんですよなんかさ、うん、アニメってさそういう恋愛関係の話が入ると昼ドラ調だよねなりますよね、うん、それこそスクールデイズもありましたけども、うん、なんかやっぱ突き詰めるとでも恋愛関係とか人間関係ってそういう方向に行っちゃうってことなんですかなんかさアニメでそれをやる必要あんのって思っちゃうんですよねドラマで十分かなって、うん、アニメはなんかそれこそ戦闘ものだったり、ま、明るい、うん、そう明るいなんかこう人間ができないようなことをやってほしいのファンタジーそう、うん、私はどっちかというとそっち系だから、うん、アニメの基本がね、うん、だからああそうなんだアニメで昼ドラ調の話をやるのが流行ってるんだ今と思ってあえてそうです2008年そういうの多かったんですよ、うんね、感じしますけどね、はいはい、他に何か注目ありますか。いや1月ってアニメ少ないじゃないですか4月とか10月と違って、うん、まあ春と秋って比べるとね、あったんですけどね。久木さん的に注目してるのありますか。ああそうですねホワイトアルバムを言われちゃうと、空を駆ける少女とかあの辺がかなり気になってますね。ねなんかサンライズが久しぶりになんか楽しそうなもの出してくれるなっていうか。いやサンライズさんはいつも面白いもの出してますなんていうんですかねちょっとなんていうんですかね最近の作品っぽくないなっていう感じが。あ確かに路線は変更してるというかね、そうですね割とサンライズさんらしからんというか、まあ、新しい路線ではありますよね。そうですね あの肌にぴったりとくっついた宇宙服みたいなやつとかちょっとかなり金銭に来ましたね注目してる感じでピクッとしてますから、はい、あとですねまあ、去年ですねCD いわゆるあの萌え系の CD が流行ったのってはいはい、ご存知ですか、いわゆるお叱り CD とか、なんかね、まあ、ヤンデリ CD があったりとかいろいろしたんですけども、はい、そのあたりにですねざーっと注目していきたいと思うんですけども、はい、今年は何が流行るのかなと思うんですよ。おうん、あれ系 CD でそうそうそう、はい、CD ありつつグッズ関係あはい、無限プチプチ燃えて知ってる。あ、はい、あの押すとツンデレでなんか言うんですよ。ありますね、ウィミヤさんの声がするんですね。そう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 、この番組でもやったんですけども、はい、そのあたりでなんか面白いグッズとかなんか出てくるんじゃないかなと思うんですけども、はい、うん、あと抱き枕。あ、抱き枕って例えば何が流行ったんですか去年。去年は普通にそのイベント会場でグッズとしてラインナップされるようになってるんですよ。当たり前のように当たり前のように売ってるようになったと。そうしかも去年 あの電撃さんの付録に抱き枕ついたんですよ。つきましたね、ね、雑誌の付録に抱き枕がつく時代なんで。えどうやってついてんの抱き枕大きいじゃん。折り負けてカバーだけがついてくるんですよ。カバーなんですよ。そっかそうそう、中身はそれぞれサイズが L とか L とあそうなんです。そっかそっか、そのままついてると思う。そうそう、でどうやって本屋さんに行くんだろう場所取るみたいな。そうそう、2冊ぐらいしか置けないじゃんって思ったよ。そうそうそう、お店から出てくる人が次々気の毒な感じなんか運び出す感じでみたいな。ちなみに抱き枕の中身も真空パックしてあって割とコンパクトにまとめられてるんですよね。なるほどね、なるほどしか言いようがない。もうそう言いようしかない。すいません、本当に、はい、はいはい、さすがですわ、はい、あれなんかおかしいなというそんな雰囲気の中ですね、次の話題に行きたいんですけども、ですね、僕はアホな子というのがですね、去年このですね番組の当初に紹介しました、でですね、そのずっと前から僕はバカデルというのをですねピックアップしていたんですよ。バカデルですね、ネギマの院長みたいに行動的にちょっと抜けているんだけども、この好きだよ好きだよ
きだよって言ってこの ネギ君をこの言っていたりするこのバッカデレというのをですね非常にプッシュしていったんですよ。まあほとんど当たらずもせずですねそのまま2年ぐらい経ってるんですけどもで今ですね実際僕そのイチャラブ大全という本が去年ね出たんですけども、なんかそのあたりラブラブ系が来るんじゃないかなと勝手に予想してるんですけども、お三人が予想する萌えの属性っていうのは何かありますか？多分ねこれから罵倒デレが流行りますよ。出れるんですかバトル？いや基本的に自分のことをバカにしてるんですよ。こう下だと思ってるんですよ。はいはい、こうしもべだと思ってるんですよ、うん、でこうなんかあんた何々しなさい的なこう、うん、でこういじられてこう、うん、マゾヒズムを刺激されるようなのがいいんですよ前からあったんじゃない？ツンデレとかじゃないんですか？ツンデレの発展系ですよね。さらにヤンデレとかいろいろあるけど、まあそんな感じで、うん、おこの番組 の去年紹介した本あった SS の本、はい、あれかな。じゃあ女王様を女王様系だよね。女王様ロックタイプに分類とか、それカズピさんが俺は M だからもっといじめろみたいな。そうそうそう、でまあ基本的に M なんですけど、ある日突然こう立場が逆転してこう何々してくださいってこう言ってきた時にこうあこの女落ちたって言った瞬間が最高なんじゃないですか。ね、最近そういうエロゲーやった感じなの？いやエロゲーとかじゃなくてそういうキャラクター最近多い人なんかこう自分をいじってくるようなキャラクター最近流行ってるじゃん。はい、確かに S 系は割と多かったよね。ルイズとかってあるじゃないですか。まツンデレでしたけど、うん、あれってソウル系じゃないですか？そういう感じなんですよ。確かにふにゃってなる時にはこうなるじゃないですか、うん、でも高飛車だもんね普段は。基本高飛車で守りに入るというかね、うん、なんか反転するじゃんあの立場、あの二人のあれかあの二面性かでも結局やっぱそっち系が強いってことか、うん、どうしてもみんなツンのなんてピリは欲しいんだね。ツンとデーのこう比率は9対1なんですよ。9対1なの？これが黄金比だねデーは1でいいんですよ。そう1でいいんですよ、うん、ド M じゃないですか。カズキさん変態なのよく分かる。ヒタキさんなら同意してくれると思ったの。あなんで？ヒタキさん普通に今失笑してた、ね。なんで？だいぶちょっと違うじゃん。違うね。今まで友達かなと思ってたんですけど。ちなみにどういうのが流行ると思いますか？ああでも今結構カズピーさんと実は結構近いところを、うん、が来るかなと思って。お前も同類かよ。言うたら M ですよ。トラドラの川島亜美とか、はい、もちろんさっきのマクロスのシェリルですとか。うん、シェリルいいね。うん、あと。まあ、最近で言うと完璧なザンゲちゃんみたいな。ザンゲちゃんいいね。ちょっとあの小悪魔っぽい主人公を翻弄しつつも、あいいね、あのたまに弱みを見せてくれたりとか、うん、なんかこう翻弄系はいいよね。確かにね。そうなんですよね。ちょっと手のひらの上でもてあそばれたいんですよね。あいいよね。基本エムでね。はい、でもカズピーだとまた違う感じするけどなんかね。なんかよりちょっとダメな方向に行ってるかもするんですけど。いやでもカズピーさんお前はなんかただいじめられてたけど分かんない。久木さんはもう転がされて、はい、まあ、出ればあるのそれには。あ出ればそうですね。出るというか、まあ、弱みを見せたところにこうちょっと、うん、あのまあ、主人公なり僕なりがですね、うん、こうちょっと寄り添っていくと、まあ、そのままよろしい関係によろしい関係によろしい関係に何かっこつけてるちょっとこれ以上言えないかな。まあいいな恋仲になるという感じで、はい、日高さん的にはあそうです。僕もまあ基本は M なんですけども、あほらね M ばっかりだよこのなんだこれ。置いといて、もうこれ僕も何年か前から言ってるんですけど、うん、そろそろダメ恋愛女子というものに来てもらいたいなと思って。本当にまあダメ恋愛女子って、まあ、僕が定義したのは、うん、あの男の子のこと好きで好きで好きでたまんないんだけど、はい、でも言えなくて悶々とし続けるという。あそういう妄想系の女の子はそろそろ来てほしいなと。あれサンデーに鬼デレって漫画あるんだけど読んでる？あ読んでないですね。あれは、まあ、一応ラブラブカップルであるんだけども、はい、あのいや不良 あの番長の女の子がいて、真面目な男の子がいて、だそのカップルは隠さなきゃいけないんですよ、はいはいはい、でですねそのヒロインの女の子は表向きは番長だからその付き合ってることを隠さなきゃいけないので表にいじめちゃうんですよ。第三者がいるといじめるんだけども、はい、二人きりの後ラブラブするっていうのがあって、あそれとは違うのかな。僕が考えてるのってさ、あの、うん、まあ、ストロベリーパニックで桑谷さんが演じてらしたなんとややちゃんとか、はい、ああいう風になんか好きなんだけどなんかああ言えない言えないってやっぱり最後に泣き濡れちゃうみたいな感じのキャラクターがちょっと来てほしいなって。なんか1年ごとになんか何キャラかそういうキャラクターが出るんですけど、うん、なんか全然取り上げられない、まあ、僕のなんか好きな好みが異常なのかもしれないですけどいやいやいやまだ俺の時代は来ないってことなんだ恋愛ベタってことですか？そうです、基本はそうですね。なるほどね、うん、もう桑谷さん軽く引いたところです。いや、いないですよ。なんかいやいろいろあるんだな。でも、ね、基本的に
に、うん、なんかこうストレートな子よりちょっとマニアックな子をみんな好きなんだなとは思って変化球ですよねこれはね、うん、なんだろう昔で言うと昔っつっても最近ガンダムウィングでヒーローユイがすごい流行った時があったじゃないですか、うん ね、はい、あれがいわゆる多分ツンデレに近いんだよね。あ近いるとなんか、ね、あのお前を殺すって言ってても結局守っちゃうっていう私ねあれを見た時なんだこれって思ってこれどういうことって思ったんだけど、まあ声もね素敵だっていうのもあるけど、うん、そういう要素が要するにさ爆発的なヒットみたいな、そうそう、うん、あれを思うと、うん、あ確かにツンデレ女の子に置き換えると、うん、なんかこう普段はツンツンしちゃうけど結局好きって言ってくれるのは、うん、男女に置き換えただけで昔から、うん、そう昔から流行ってる路線はじゃあ一緒なんじゃんってちょっと最近気づいて、ね、そうそう、だからあ流行るのも分からないでもないんですけどね、うんうん、じゃあ本当僕ら4人のことをもうこれで理解してくれた感じでいいですか、うん、でもめんどくせえと思うよなんか私はストレートの方がいいからあなるほど、そうだめんどくせえって実際さなんか好きだったら好きって言ってくれりゃいいのに、うん、あんたなんか好きじゃないんだからねって言われたらあじゃあもうこっちも嫌いだよって早いよそれ結論出すのが私だってなるからなんかこう理解はしがたいけど、うん、でもできないんだ理解はしがたいけど、うん、そういうのでこういろいろこのキャラクターが好きあのキャラクターが好きっていうのはありだと思いますけど、ね、物語は俯瞰するからね、そういうのは分かってても、うん、当人にしてみれば嫌われてるのかと思っちゃうかな、そうだって実際、うん、例えばカーズさんの前にツンデレの子がいたら、はい、カーズさんは私ね耐えられないと思うよ、うん、心臓が割とへこんでそのまま退場する感じですよね、うん、だから好みの子と現実に実際出てきたら違うと思う、また違うんですかね、うん、思いますけどね、うわそうかやっぱリアルとねやっぱ二次元はちょっと違うかもしれない、そうですね、そうそうそう、だって二次元はさ絶対自分に最終的に来てくれるのは分かってるから好きなんですもんね、そう、うん、みんなそれが暗黙の了解として成り立ってるからっていうのもありますよね、そうそうそう、確かにそれはある、はい、でですね次回のお題なんですけども、あ次回ってかね次のお題なんですけどびっくりした、次回2週終わりそうになりましたね、2週きついのありますよ、もう毎週やりたいコーナーでやりたいわ次はですね、まあ、アニメ化するだろうタイトル、うん、去年まで注目してて、うん、今年ブレイクするんじゃないかなっていうのを聞いてみたいんですけども、カズピーさんから振っちゃっていいですか、あはい、そうですね、あのアリアっていう天野梢先生の新連載のアマンチューっていう漫画があるんですけど、うん、はい、あれはアニメ化してほしいなと思ってるんですよ、早いな、あまだ連載してまだ多分1話か2話ぐらいしかやってないなんでなんでアニメ化しよう、うん、したいのもそれだ、私もまだ実は読んでないんですけどおいおい作者外的なところ舞台が熱海がなんか出てくるらしくて聖地巡礼の男だこいつ、仙台行った代わりに熱海行ってそのなんか写真だけ撮っていないアニメ化しねえかなと思ってるんですよ、あもう期待も込めてみたいな感じで、そうそうそう、これからはね舞台でアニメを見る時代が来ますよ、あーなるほど、そっから入るみたいな感じ、作品のクレジットに監督とか原作者とかあるけどあそこに舞台あの富山県城原市とか書きゃいいんだよ、あよくでもクレジットであるんじゃないかと、トゥルティアとかのあったよね、うん、確か、うん、あれとあったっけ、クレジットは入ってたんだよね、入れればいいんだよもっと他のアニメもユークルとか書いてあったじゃないですか、うん、じゃ あそうそう、もっと他のアニメも入れてよ地域振興会の会長ですか、あなたじゃあ地方だったら見ようかなって思うじゃん、うん、でもカズピザのサイト覗いてるとあれ乙女デュース推しじゃない、乙女デュースはいいですね、あのケロロ軍曹の作者の、ね、あそうそう、吉崎峰先生がこうキャラクターデザインをしてて、うん、あのキャラクター選択の時、あ、時期が可愛い女の子のシューティングゲームなんですけど、うん、キャラクターを選択する時にあのバストにタッチできるんですよ、あタッチパネルだから、そうそうそう、ポヨンポヨンって書いて音がしてなんか、ね、なんで嬉しそうみたいな触らないでみたいなこと言ってくれるんですよそれがいいって、それアニメ化しろって、あれ最初はゲームセンターで稼働してるアーケードのゲームでやったんですけど、うん、家庭で Xbox360 が出たんで、うん、じっくり家でこう、うん、ね、タッチングできるわけですよDS やったらすいません、気持ち悪い人隣で、あの本当にいたたまれない感じ、もう君カズピさんもうゲストないかもしれないすいませんが、もう自分でカズピーラジオ始めたよ、ね、対抗してカズピーラジオ、そうそうそう、もう勝手に個人でやってください、すいません久木さん的には注目してる作品でこれアニメ化するんじゃねえかなみたいな、はい、ああそうですね、
結構今年なんか今まで割とオタクの業界の間でアニメ化されるんじゃないかなって言われてた作品が次々アニメ化された印象だったんですけれど、カンナギとかそうじゃん。そうですね、まオタクで前からもう熱く来るぞ来るぞって来るぞ来るぞってようやくだったじゃないですか。そうなんですよね、うん、で結構いいもののストックが取られていったかなと思ってですね、家でまあいろいろ作品をちょっと眺めてたんですけど、うん、そしたらなんかなんかメジャーな作品は結構いっちゃったなと思ったので、うん、若干レアジャンルの方に寄ってくるのかなと思っていて、で例えば、まあ、ちょっとここ数年少なかったスポコンもので、うん、ビーチスターズっていう漫画があるのご存知でしょうか。雑誌は何ですか。雑誌多分あれヤングジャンプか何かじゃないですかね。ごめん、ビーチバレーの漫画なんですけれど、うん、少女ファイトの話とか前に少女対応してますなさってましたよね、うん、ああいうバレーとはまたちょっと違うもう本当に正統派の熱血スポコンもののビーチバレースポーツモノアニメって本当減ったじゃん。あ、ヤンさんですか。ヤンさんだ。おーおー、すいません、本当にすいません。ヤンさんの方に申し訳ないのとヤングジャンプの方にも申し訳ない。はい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 。とかあとちょっと珍しいところで閑散とした町にある、うん、全くただのひなびた喫茶店がある日メイド喫茶に変わるっていう、それでも町は回っているっていう。それ俺も漫画があるんですね。あれが平子さん食いついた、うん、あれ意外と雰囲気とかが良くてですね。あ、どんな内容なんですか。もう本当に今言った通りなんですけれど、うん、おばあちゃんが経営してる喫茶店がありまして、うん、そこはあまりにお客さんが来ないから、うん、これメイド喫茶にしたら儲かるんじゃねっていうところからですね、急にメイド喫茶を作っちゃって、はい、おばあちゃんがメイド服を着て現れるとかですね。もう本当におばあちゃん着るの。一応女子高生も途中からメイド服着るんですけど、一話を見た感じ結構読者は心に傷を負いますね。それはおばあちゃん萌えを新規開拓しようとしてるの。年上萌えが引き継いだ形ということですかね。そう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 、あれはちょっと通り越してる感じ。ギャグなのそれって。何なの。基本的にはなんか商店街の日常生活を面白おかしく書いてるような漫画なんですけど、その女子高生のメイド喫茶で働いてるこの目線で、なんかこんなバカなことがあったと、今日は魚屋で何々があったみたいなことをいろいろ書いたりして、僕なんか落語っぽいなと思いながら、うん、ああそうかもしれないですね。なるほどね、うん、結構最近の漫画にはないお家の、うん、作り方とかがあって、うん、今、ね、話聞いたらすげえアニメ化難しそう。それあそう、ちょっと出すのが最近流行りのタイプのアニメの傾向ではないと思うんですけれど、うん、早いテンポではないからね、うん、そうですね、うん、テンポよく作れたら。カズさん的にはどうですか意見。今のうん聞いて、うーん、ただですね、僕そのまったり系、今癒し系的なイメージあったんですけども、僕もう一回揺り戻しが来るかなと思ってて、なぜかというと僕が好きな漫画で未来日記というですね漫画があるんですよ、はい、少年エースでやってる、うん、あれがですねすごく面白いのに未だにアニメ化の声が出てこないんで、うん、今年あたりやってくれるんじゃないかと思うんですよ。いわゆるヤンデレ系なんですけども、うん、非常に、ただねちょっと暴力シーンがきついんで、うん、あれでただね OVA になるんじゃないかなって気はするんですけども、うん、ちなみに未来日記知ってるよね、うん、知ってます知ってます、うん、すいません読んだことない。あ、マジですか。まあどうですか、アニメ化すると思うんですけど。確かに面白いですね、うん、あれは結構鉄板でアニメ化されるんじゃないかなっていう気は、そうそうそう、してるんですよ。言われてますよね、うん、すんじゃないかすんじゃないかって、もう期待も込めてね、その割にはって感じで。あとはあれですね、僕は去年からずっとプッシュしてる侵略イカ娘とですね、三つどもえはですね、これ聞いてる人はもう絶対アニメにしてくれと、もう何度も言ってるんですけども、そうチャンピオン系今熱いじゃないですか、はい、うん、そのあたりで火がついてくれるかなと思うんですけども、もうちょっとストックが来たらなんか、あ、そうか、そうな感じしますよね。確かにね、もうちょっと時間かかるかな。じゃあそうですよね、今出しちゃうと結構半端なところで終わりそうです、ね、業界的な見方ですよ。ストックがあればのか、オタク気持ち悪い。中を知りすぎちゃってるから、ね、でも実際の未来日記は確か100万部の帯は見たし、うん、もう十分熟成されてると思うんですよね、はい、ということで僕期待してるんですけども、他漫画以外ではカズピーさんはどうですか。そうですね、あ、ドハンゴさんでアイスペースっていうなんかネット、うん、カズピーさんのサイトいっぱい紹介してんじゃん。 3D なん生活空間サービスっていうのは始まったんですけど、うん、去年うちでもやったよアイスペース、うん、日本初のオタク向けのセカンドライフみたいなの、うんうん、なんかこれから流行ってくるんじゃないかなと思うんですよ、はいはいはい、うん、ゲーム関係で何かありますかお二人は。今年はモンハン3が、あ、そうだ、ね、そうですね。配信10分以上ようやく。あれ何でしたっけハード？あ、Wii かな。Wii か。Wii か、がっくり。でも新たな遊びできるんじゃない？私でもね PSP 派だから、うんうん、PSP でね出てほしいんですよ。外に行って気軽にこうやりたいから。友達と一緒にとかかな。現場とかね。そうなんですよ。
そうかとか。でも Wii も通信できるんじゃないかなと思うんですけど。聞きますね、確か。ね。まあ、やっぱちょっと移動中に、ね、そうなんですよね、ちょっとした移動中にその時間を潰すのにいいんで、うん、PSP とかは。だから据え置きゲームとその携帯ゲームの分かれ方は去年はっきりしたじゃないですか。はっきりしました ね、うん、ねえ、だから今まで同じタイトルの移植とかあったけども、うん、今本当にモンハンとかそういうコミュニケーションゲーム的なものはもう携帯だし、うん、がっつりやるものが据え置きになったしって感じで、うんうん、え、な、何何何何携帯ですか、ガサ携帯ですかすいません。でも私その年末にディシディアをやってて思ったんですけど、うん、あの PSP であんだけなんかこう、はい、クオリティの高いゲームを出されると、うん、なんかもうこれで十分じゃないのって。 あれそういえば据え置きじゃなかった。そうなの、あ、携帯できるんだあれ。そうもうねびっくり、あれ通信もできるんですけど、はい、すごいびっくりしちゃって、うん、これさもう PS3 とか、うん、そこまでなんかこうしなくてもあれ1個をもっと進化させたら外でもできるし、うん、みたいな、うんじゃないってちょっと思っちゃったんですよね。 DS にもカメラが付きのみたいな。そうそうそう、そろそろ新ハード出るんじゃない、これは。あ、 PSP とかですか、うん、いややめてやめてもうねこれじゃ私も癒されてるよね4000とか言われても、うん、そうそう確かになんか思いっきりガラッと変わったやつは欲しいじゃないですか、うん、そうですね、うん、あとあの読み込み時間なんとかしてほしくね。でもあーそう PSP はそうね、まあメディアインストール確か、うん、ディシリアもあったっけ、うんうん、あれ全タイトルにつけてほしいし、まあそうですよね、うん、ちょっと時間がねやっぱり それにやっぱその点は DS がいいかなと思うんですけども、うん、完全に住み分けできてる感じじゃないですか、うん、ねですよねって感じで、はい、なんかですねすいません、なんかオタクがですね新年早々ですねだらだらとトークしていったんですけども、でもあれだね、やっぱなんか飲み会で盛り上がってるのは分かる気がする、うん、ますかあーとか言ってさ、こういう感じなんですよ、うん、なんかでも楽しそうでいいですね、うん、ですよね、本人たちは楽しいんですでも分かる分かる分かります絶対楽しいんじゃないですかって思いでしょ、だってそうですそうですこんな感じでこれにまた酒が入ると今みんなシラフじゃないですか、ひどいよね、さらにひどくなるひどいんだ、ひどくなる、さらにそっからねエロママの話とかなるんでね、やりますね、さらにほんとひどくなっちゃうんですけども、うん、そろそろですね別れの時間になってしまいました、はい、ということでですね皆さん3人からお知らせの方お願いします。カズピーさんからじゃないですか、はい、そうですね、うん、2009年は、はい、カーズ SP のアクセス数を抜きます敵対宣言ですねいや敵対はしないけど、カーズさんのラジオなんか1年くらい前に誰かカーズ SP はもう死んだとか言ってる人がいて、うん、はい、いました。最近ライターとかの仕事が忙しいからもうサイトの更新におざなりになってますよ、うん、カーズさんどうにかしましょうよ、うん、だからその間に私もちょっと頑張ってみようかなと思って、あ、そう、ブログ化しますんでみんなよろしくお願いします。わかりました。じゃあ僕ですねあのとりあえず僕うちのですね柱リンクからカズピーさんの名前外しますはい、もう相互リンク切りますね。カズさん心狭いや待って、もうマイミクシーから外しますんで、はい、ひどいね、応援してあげないむしろ俺に歯向かってくるだって敵、ね、敵になるっつってんだから仲良くは別に敵とは言ってない、いやそうライバル、これは言い方、うん、言い方いいんです、そうやって切磋琢磨すればいいんです、はい、仲良くやりますよ、外しますって言いますよ、僕は心は心狭いないやなんかサラシルさんについて第二のてか第二の敵が出たのかなまあまあいいやごめん、ね、はい、じゃあですねあの久木さんからじゃあですねサイトの告知とかなんかあります。あ、そうですね、告知、最近あんまりちょっと仕事が忙しくて更新できてないんですけど、うん、更新回数をちょっと増やしていきたいなっていうのと、うん、あ、ちょっと今日カーズさんの、はい、このラジオの姿勢を見てですね、はい、ちょっと僕も久しぶりにネットラジオ再開しようかなと、ちょっと心を入れ替えようかなと。前はやってらっしゃったって話をしました。やってましたね、うん、でなんかね、某企業さんからスポンサーするよって言われたまま放置してるんで、あ、そろそろやろうかなみたいな。そこまでな、あそこまでにちゃんと軌道に乗ったんじゃないですか。乗ったんですけど忙しいんで放置してる。あ、じゃあ、ええ、じゃあ今年はじゃあカーズラジオとまたなんか抜くとかいう話です。ラジオ対決ラジオ対決対決する規模になればいい、ね、お前も敵かよ。カーズさん嫌われてる、なんかこれなんか実は俺友達のつもりで読んだら潰しにかかったみたいな。全員がなんか お前大丈夫カーズさん、私なんかカーズさんと組んでていいのかなって思っちゃった。おい早くちょっと待ってよ頑張って頑張ります、はい
はい、日高さんはどうですか。僕もそうですね、後半ちょっと僕もとか言ってるから勘弁してよ。去年の年末にまあカズさんの影にこっそり隠れてトークライブみたいなことを友達とやってたんで、うん、僕もまたそういうことをちょっといろいろと遊んでできたらいいなと思って、うん、まあカズライブほどではなくても、いや勘弁してくださいライブ対決そんなこともありました。行きたいなと思って、あ、じゃあ同じ日に違う場所で2人でライブやってどっちが客来るかとかすごい潰し合いですね。結論、はい、敵だらけ。そうですね、本当に僕のミクシーの数が3人減ったところでですねそろそろ締めたいと思います。はい、今回新春と、ね、あのスペシャル企画としてですね、新春サイト管理人による、オタクコンテンツ大予想会をお届けしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。カーズラジオ夏子の瀬、そろそろエンディングの時間です。番組ではメッセージをお待ちしています。はい、メールを受け付けているコーナーやメールアドレスはこのページの上の方に書いてあるので適当に送ってください。さらにカーズアイではリスナーさんからのニュース投稿も受け付けているので、気になったニュースは番組まで送ってください。はい、まあ今日はカーズアイをねお休みしまして、うん、あの新年1回目ということで、はい、まあ友達を呼んで普通にオタク投稿したんですけども、うん、カーさんのお友達、そうですね、基本的にはあのその飲み会っていうか集まりってオタク 100% なんですよ、うん、であの非オタな方っていらっしゃらないんですけども、うんうん、で今回小谷さんが うん、そういう立場で、うん、まあ俯瞰してというか、うん、傍観者として見て、そうですね、ぼーっと見てました。この集団ってどういう風に映りましたかね。いやでもまあ、趣味がそういうなんかこう、うん、まあアニメとかゲームとかだったりしてるだけで、うん、趣味が合う人と集まるとまあああいう感じに盛り上がるは盛り上がるから、うん、別になんかこう趣味でなんか盛り上がってるなっていう感じだけですけどね。桑田さん的には多分友達と、うん、ファッションとか、だからファッションとかの話で盛り上がると、うん、まあ、ドラマとか、そうそう、ブランドの話とかなるから、うん、まあ、結局それと同じですよね、ノリは。ドラマで盛り上がる感じじゃないですか、うん、ドラマ、うん、あの例えばあの昨日テレビ見たとはないか、中学生やねんとか、あれね、そういうので盛り上がらないんですけど、結局なんかその対象がアニメとかゲームか、うん、まあファッションかとかなだけなんで、そうだから私が多分スノボ話で盛り上がってるのと一緒ですよ。多分どこどこの雪山は暑いとかあそうですね、その時にほら母さんっていつもポカーンとしてるじゃん、リハーサルっていうかねそうそう、その打ち合わせの段階で小谷さんがスノボ投稿すると僕がそういつもポカーンとしてるでしょ。 それとだから一緒なんで、別になんかその熱く語るってこと自体はいいと思いますよ、うん、だってなんか熱中できるものがあった方が楽しいですからね、人生は。桑谷さん大人ですね。いや本当に、うん、私もほら昔はアニメ見てた人間なんで、うん、あのそのなんか何の作品のこのキャラクターが好きっていう気持ちは分かるんですよ、うん、なんとなく。それがついスイッチが入っちゃうとそう収集つかなくなっちゃう感じで、うん、でそれで最後は3人が僕の敵に回って終わるというですね。敵だったね、もう最後は、うん、びっくりした。まさかそんな勝負がね申し込まれると、ね、きっと嫌われてんだよ。俺今カーさんねって今ためよう、俺そんなことないんだよじゃないんだよ。分かんない、まあまあまあそんなことはないですけど、ホントに手と手つけたいようなことを言う。なんかまあへこたれずに頑張ってください、潰されないように。そうですね、むしろ逆に繰り返す感じでですね、あの切磋琢磨してね。だって意外に戦闘タイプだよね。ああそうかな、うん、あ去年のあれ、去年なんか上昇志向とかってこと。違う、さなんかこう言われてさ、なんかこうへこんではいるんだけど、うん、なんかいや頑張りますよみたいな感じの人だよね。向きになっちゃうかな、うん、そうだから、うん、ああいう風にですね直接こう、ね、勝負申し込められるとカチンときてカチンってって友達友達みんな本気じゃないのに。いや分かんないですよ、人間の心は何だか分かんないですね本当に。そんな感じだったんですけども、うん、来週からはですねカーズアイをねお届けして、またね毎週のニュースや、そうですね、まあゲストが今ぶっちゃけまだ決まってないんですよ。はい、まあ、それそうだよ、だってまだ年明けてないもん。そうなんですよ、うん、行っちゃいましたね桑田さん、はっきりと、うん、行っちゃうよ、しかもクリスマスも迎えてないし。ああそうですね、クリスマス前だったりするんで、まあ、でも今もう直前じゃないですかクリスマス、はい、もうさ街がさイルミネーション、もうイルミネーションがさ、はい、っていうか人が人多いですね、人多いね、なんであんなにみんな楽しそうなんだろう。私仕事で新宿とか出ることが多いんですけど、はい、新宿やばいよあれ。新宿もうキラキラしてますか。新宿の、はい、クリスマス前の休日、はいはいはい、もうさあの条件揃うと最悪だよね。あーコンボで、コンボで、うん、ないもう歩けないのとにかく。へえ、あの南口の新南口かな、うん、すげえ綺麗になるイルミネーション、はいはい、あそこあたりかな。あそこも綺麗だし、うん、まあ、あとはほらやっぱ休みにともなると、うん、クリスマスプレゼントを買うカップルがね、うん、
カンズさんじゃなくても、はい、あのね、正直やさぐれるね。やさぐれますよね。私もやさぐれてるから。プロテインさんですら、ね、若干ね、こう仕事場までに着く時間がいつもの倍かかるんで、それだけでイライラするの。ただでさえ人が多くて、あーと思ってるのに、思ってんのに、さらに、ね、こっちとら休みでも仕事してる人間はいいんだよみたいなね。確かにね、それは辛いかもしれない。本当に、まあでも皆さん、そうですね、あの楽しんでください、楽しんでください、本当に。ちなみに僕はですね、クリスマスイブの予定はですね、はい、あの某出版社さんにですね、あのフィギュアを受け取りに行きますね。そうですか。フィギュアをくださるということで、うん、僕は夜、あ、もらえるんだ。でも、あの、そうですね、あ、いいですね、クリスマスプレゼント いただけるんだということなら行きますよ、はい、24日の夜ですけどみたいな。なるほどね。もう、はい、そんな感じで、はい、はい、まあ今年もね、あの、頑張っていきますんで、カーズラジオの方応援してくださいということで、はい、応援してください、はい、ということで、お相手はカーズと和田井夏子でした。また来週。